はい、どうも、フリッチです。さあ、今回もオークス進めていきましょうか。さあ、前回ね、この一つ目をクリアして、分岐に入るわけですけど、どっちがいいかな。これなんかアーティファクトをトレードするみたいですね。で、右がカードのエンチャント。カードのエンチャント。これかな。ただチンできるわけでしょ？これは何だろう。この子でエンチャントして次に攻めってことですよね。あ、タイプがあるのか。なるほど。コストを下げるとかね。コスト下げたいか。さあ、これ、スタート時に手札に来るというね、フェイバリット。お気に入りですね。うわ、どうしような。コストって一番良くない？どうですかね。で、セレクトカードか。一つよね。これ、チェインライトニングタワーでしょ。2にできる。これはいいよ、エンチャント。よし。地味。何にもないね、その、エフェクトと言いますか。さあ、こちらがマップですね。まあ、前回と一緒かな、多分。ウェーブスワーフ5。で、まあ、負けなければいいと。守りきればいいよということでね。まあ見る必要ないか、別に。来るんで、どうせ。さあ、とりあえず、前回ね、ちょっとね、思考停止部分がね、結構ありましたから、それうまく進めていかないといけないな、というところで。あ、道がないですね。これ道ないとき困るよね。どうしよっかな、っていう。で、これ強化として、この本丸もダメージ与えてくれるんで、これいいですよね。で、コーナーを置いて、で、この道の行き止まりがその価値を高めてくれるみたいで、もっとあった方がいいと思うんですけど、とりあえずまあ1個来ましたね。で、最初はね、左から来ますから、ちょっとまだ早いね。ちょっと進めていきますよ。お、来た！チェインライトニングタワー。あ、そっか、これちょっと本丸に置こう。これちょっと回転しますね。あっち方面に進めていきます。道欲しいね。で、リドローが結構ね、時間が、いや、そんなたまらないですから。これってここだよね。これ、利益になる。1プラスか。赤字じゃない？なかなか道が来ないですよね。これ何をしてるかわかんないですけど。体力、本丸上げるかな？本丸上げすぎかな？さあ、こちらね。リジェネレーション。回復を1秒あたり8してくれるというね。キャッスルとウォーリア。つまり、両方してくれると。高えな、15。まあ、いいか。大丈夫ですか？で、じゃあこれ置きますね。ルートとともに、角と。残り。あ、でも1分以上ありますね。よしよしよし。で、こういうとこでカードとか引けたりするんだよね。まあ、施設によって変わりますけど。この前リムーブ消せんのかな。あ、ここ置けないね。あー、タイプ的に道もないからダメなのかな。一回リゾロしよう。あ、来た来た。これまっすぐなのよ。よし。で、一個できました。これ一回ビレッジ置きますか、これね。これがその、ロードの数ごとにかけるゴールドインカムだよね。で、それが 2.5 秒か。もうちょいやった方がいいか、じゃあ。で、このカード、コーナーね。なかなか高いですよね。コーナーにしては。これ完成させる？小さすぎないか。あ、新たに置けるってことかな、これって。でも別にもう置けますよね、普通に。ここでさ、置けば、6です、6。1、2、3、4、5、6かな、かな。ここで切れてますもんね。です、あと、もう1個置きたいね。これ、いいの、ちょっと大きいのできましたけど、足りないなと。前回少なかったわけですよね。で、これ開けちゃいましたというところで。まあ、1個しかないから、いいかな。
拡張して拡張して、ちょっとでかいの作ります、一個ね。目標として。やっぱ大きいのがあったら、そんだけね、守備力上がりますから。で、このチェーンは多分1回ですね、使えるのが。1個かな、どっちかっていうと。なんで、もう来ないんじゃないかなと。さあ、1個でかいのできました。この、大きさによってね、タワーの量が増えまして、これ5個あるよということで。もうちょっと攻めてたかもしんないな、とはいえ。ね、攻めの姿勢が足りないかなと。ちょっと、間違えた。ここね。この効果でカードが消えてるんですかね。とはいえ、寄せるカードがないな。ここから行くか。カードが消えてるわけじゃないかな。なんか、ウェイクト的に消えてそうですけど。さあ、敵は来るが問題ないぞ。リドローを視野に入れよう。もう直線カードないんじゃないですかね。どうですかね、ちょっと不安ですけど。よし、これ置きます。これ緑色の範囲がそうなのかな。1,2,3,4,5,6,7,8,7 かな。時間的には5秒でしたね。じゃあ5個なのかな。繋がってる分上がると思うんですけど。さあ、回復する。これ置きますか。攻撃することに回復するよというカードね。非常に素晴らしい。あ、しかもいいとこ来たね。ここにチェインでもよかったかな。最初に使ったのはちょっとミスった気がするね。これは前と一緒かな。手札圧迫系だよね。使わないといけないですか。結構出るね、君たち。そんな出ます？いよいよいよ。あー、でもなかなか強いね。ちょっと畑置きます。あー、待ってね。ここ一回曲がりますか。じゃあ回復するんでしょ、これでやると。なんか、マッスルオーク来たね。オークか、本当に。オークじゃないか。回復してる？ああ、でも結構食らってるな。まあまあ、治りますからいいんですけどね、後々。これ、完成させないと。あ、いいね、支援攻撃。やるな、あいつら。よし、これ置いてみよう。ドロー範囲だ。あー、なるほどね。ちょっと待てよ。ここでもいいかな。本拠地。ちょっと待て、まだ早いか。やるにしては。攻撃速度上げるべきか悩んでます、今ね、ここ。ちょっと待ってね。そこばっか多い。あ、また左から来るか。じゃ、ここに噴水かな。どっちがいいですかね。悩ましいなと思ってますが。ビレッジ。ここいいんじゃない？ビレッジ。これ10秒間上がるわけだよね。さあ、こういうことに、回復。本拠地につけます。どんどんこうね、利益を増やしていくような感じで回していこうかなと。でもプラス3でもうちょっと持つもんね。いけ、チェイン。かったくない、いつら。ちょ、待って待って、1戦目だよな。さあ、消すカード、リムーブカード、リムーブカード。体力いらないんじゃない。じゃああんま消せない方がいいかな。デッキから消えるというか、多分、一旦消えそうですよね。ゲーム全体から。どうしよっかな。数で言うと、ここを例えばもう一個置けなくはないから、いや、本丸にしますね。悩んだ挙句。
ちょっと決められなかった。でも次来てるね。広げて、これ置きます。さあ敵来るぞ。これ完成させよう。リドローします。そこには行けないか。あ、来た来た来た。次でも上だもんね。じゃあ上の方にも行きます。こっちは大丈夫そうだね。さあバンバン広げます。さあ前回より発展の度合いはいいんじゃないかなと思うんですが、これ43増えるよ。舞台増やしまして、これどれか置けるでしょどれか置けるよ。こんだけでもね、より拡張したいけどね。形がもう決まっちゃったのか。これはあー道があるからあーなるほどね、競っちゃってるか。これ斜めに行って上やったらまた大きくなりますよね。残り12分。1回目からが早いんだな。これ持ってるからちょっとね、使った方がいいんでしょうね。20枚か。20枚だね。大変ですね、20枚は。リドローしよっかな、これ。しよう。よし。これファームランド行くか。これ増えたお金でバンバン強化していきましょう。上だよね。こっち広げよう。ここよし、来た来た来た。ここ置けます。このカードね、多分置けるはず。これしか置けないね。はい、ちっちゃいけど完成。3つあります一応上守り3つの盾。あー結構良くない方から来たな。じゃ本丸をもうガンガン強化してこれ行くしかないかなというところで、あんま効かんよね。やっぱ攻撃力も上げていかないといけないか。チェインチェインチェイン。あ、チェインしてるチェインしてるチェインしてる。チェインしてる。いいぞ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 。リゾローしよう。ちょっと農業欲しいですね。これ強いね、普通に。敵をここら辺で食い止めればいいから、回復系カードの方がいいのかな。それで言うとちょっとこの右下が終わってるんで、どうにかしましょう。ダメージアップするか。あ、もういっぱいになっちゃったか。完成先延ばしにしたいな。リドローがあるっちゃあるから。あ、来た来た来た。ダイヤルウォール、これってでもはめらんないかな。横に広がるんだよね確かね。向きによってはできますかね。逆向き、あーそれできるよね。でリドローしちゃう。いや道あるのか。ここ相当広くなってきてない。ファームランド、これ置いて
壁作ろう。急げ急げ。これで55だね。まあ、55っていうか、プラス1ずつを5秒ずつかな。さあ、これ来るとウェーブがすぐ始まったりするんですよね。ウェーブが倍になったりとか。ここいたら強いぞ、これ。あ、でもこれが壊されるかな。1200HP か。ちょっと完成させます。あ、来ちゃったな、これできた。246、6個か、6訪問。いいぞ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 。中央のために頑張れ。あ、めちゃくちゃでかいのよ、なんか。よしよし、ナイスナイスナイス。あ、これ回復されるんじゃないかな。横にありますよね。あ、来た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 。じゃ、これ取り払いたいな。あ、それこそさ、選べないかな。無理か。スキップかな。じゃあお助けリムーブカードじゃないんだね。決して。うわ、なんだ、解放者してきたぞこいつ。負けもんだな。2つあるんだよな俺。やばい、化け物がいる。あ、畑来た、ナイス。あれ倒さないとまずいっすよね。ラストリゾロ使うか。あ、使えない。ナイスナイス、倒したね。ここでリゾード使えないの痛いね。完成、よし。完成したか。合体したこれ。合体してるね。合体、そうか。横につければするのか。なるほど。こんだけでかいのができたよと。強化入れれたら強いんだろうけどな。2個置いたところでいいよね。ちょっと悩んだけどね。また来た、あいつ。一応使うか、これ。じゃあ使うというか捨てるだけですけどね。これがこのインティアティブじゃないかな、イニシアチブ。いや、2連続あいつはやばいでしょ。倒しきれるか。やばい、あー、まずい。本拠地が燃やされてる。本拠地を燃やすなんて。大丈夫これ。あー、でも結構硬いか。回復量が、お、勝ちましたね。ウィッグ負けたような演出でしたけど。体験はこれなんですね。ちょっとね、これはまだ遊べるな。もう少しいろいろ見ていきたいですね。よりでかい拠点作ったりとか。ワンゲームが結構短いですね。前の体験よりなんか短くなってる気がするんですよ、1ゲームが。それが気になりますね。まあ、その分ポンポンテンポがいいと思いますが。さあ、これ来年発売らしいんでね。まあ、一応体験版の更新とかあったりするんで、そういうのでね、遊べると思いますけど、これちょっと期待のゲームですね。